カールディーン・ウィルソンはアメリカ人のミュージシャン。ザ・ビーチ・ボーイズのオリジナルメンバーである。リードギター担当。メンバーのブライアン・ウィルソンは長兄、デニス・ウィルソンは時系にあたる。立派な体格と天使の歌声と称されるほどの美しい歌声の持ち主で、グッドバイブレーション、神の水を知る、ダーリン、I can hear music、ブレイクアウェイ、サーフズアップ等。 数多くの曲のリードボーカルを務めた。また、ソングライターとしても、一定の才能を持ち、ロングプロミスドロード、フィール・フローズ、ザ・トレーダーなどの歌曲を残した。九種の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第20位。1970年代に入り、ブライアンが、精神疾患等の理由によりバンド活動から、遠ざかってしまうと、代わって、カールが、 バンドの中心人物となり、音楽性の面でも、運営面でもバンドを主導した。特に、ボーカリストとしての成長が著しく、パワー商法をも身につけ、失われた、ブライアンのファルセットに代わる、ビーチボーイズの新たな魅力となった。社交的な性格ゆえに、外部のセッションワークにも多く参加するようになった。1980年後半から1981年、 音楽的な方向性の違いから一時ビーチボーイズの活動から離れソロ活動を行ったが、1982年4月のツアーより復帰した。翌年発表された2作目のソロアルバム、ヤングブラッドは大部分が復帰前の録音である。その後、長らくビーチボーイズを支え続けたが、1998年に肺がんにより死去した。51歳没。 カールの死後間もなくして、アルジャーディンが、ビーチボーイズのツアーからの離脱を宣言し、カールという中席を失った、ビーチボーイズは事実上の分裂状態に陥った。アニブライアンは、カールの死の4ヶ月後に発売された、ソロアルバム、イマジネーションに、追悼曲、レイダウンバードンを収録した。使用ギターは、フェンダーストラトキャスター、フェンダージャガー、リッケンバッカー360、12、 キブソン ES-335 カスタム、エピフォン、リビエラ12など、様々なタイプのギターを使用していたが、1970年代以降は ES-335 がトレードマークとなった。字を書いたりするのは左利きだったが、ギターは全て普通の右用を使用した。楽曲によっては違う楽器を演奏したこともあり、 1968年から1969年のライブや TV 出演では、デニスがリードボーカルを担当する際はドラムを担当したことがあった。ロングプロミスドロード、フィールフローズ、オールディス・イズ・ザットをライブで演奏する際には、キーボードを担当した。グッド・バイブレーションのライブ演奏の際、1970年代前半までは、ベースでリフを弾きながら歌っていた。 ありがとうございます。